こんにちは、寄せデザイナーの西山由紀恵です。前回から順番にリクエストをやっていきたいんですけれども、商品がちょっと揃わないものがあって、特にミモザですね。ミモザのリースっていうのも私も作ってみたいんですけれども、なかなかちょっとミモザが、見当たらなくて、また揃ったら作っていきたいと思います。で、今回は何を作るかというと、ドライフラワーでのスワッグを作っていきたいと思います。まずは材料をご紹介します。はい、こちらがペーパーマットで直径38センチのラウンド型です。お花の方もドライフラワーなのでシックな色合いのグレーを選びました。こちらを1枚用意します。造花の方はまずこちらコニファーのようなブロームグラスという商品名のものを3本使っていきます。次はこちらの同じ種類で違う色合いのものです。ブルーと緑の本になっていて、商品名がフォックステイルというもので1色1本ずつ用意します。次も同じ種類で違う色を選んでみました。商品名はハイドランジアです。色の方はブルー系と黄色系を用意しています。次は2種類入っています。ブルーの稲の穂のようなものと、あと小花をドライにしたようなお花ですね。商品名はミックスベリーパンチです。こちらを1束使っていきます。あとはカラーリーフのアクセントで、商品名はユーカリなんですけれども、もう1種類ユーカリという商品名があるんですが、葉っぱが小さい方を1本用意します。次はブルー系の小花で、商品名がカスミソウで、こちらを1本使っていきます。あとこちらはあればでいいんですけれども、商品名がボールグラスというのを1本用意します。あと今日ポイントになるグッズはこちらです。はい、こちらのカーテンクリップです。レトロ調で、今回のドライフラワーの色合いにすごく合うんじゃないかなと思って選んでみました。リボンの代わりにこのクリップをワンタッチでパチッとつけると簡単にリボン代わりになるので、こちらを使ってみます。あと今回はワイヤー2本とニッパーを用意します。全部で11本の造花を用意しています。で、材料の方にペーパーマットとあったと思うんですけれども、以前こんな風に動画で作ったんですけれども、こちらはリースのような土台にして、そこに造花をつけていくという形で作ってデザインしたんですけれども、今回は最後にそのペーパーマットを使ってボリュームアップするものにしていきたいと思います。あと簡単にリボンとかも使わないで、作っていきたいと思います。で、もちろんリボンで作っても大丈夫なので、リボンがある方はそちらで応用していただければと思います。それでは早速作り方をご紹介します。はい、こちらは組み合わせる順番です。簡単なスワークなんですけれども、デザインが大事なのでご紹介します。向かって左側から3本は1番、2番はフォックステイルのブルーで、3番が緑で、4番がユーカリで、5番がカスミソウ、6番がハイドレンジアの黄色で、7番がミックスベリーパンチで、こちらの結び目1本固定しておきます。8番がボールグラスで、9番がブルーのハイドレンジアです。あと組んだ後にすぐにワイヤー1本使うので、こちらを用意しておきます。ではまずこちらのブロームグラスを3本用意して、表と裏を確認します。見分け方のポイントは、葉っぱで枝が見えない方が表で、枝がたくさん見える方が裏になります。表の方が分かったらそちらを上にして、枝の長さは揃えて少しだけずらして組み合わせます。次、2番目のフォックステイルは長い枝を後ろ側にして中央に入れます。で、高さの方は1番目の枝より出ないように、同じぐらいの高さになるように組み合わせます。3番目のグリーンの方も長い枝の方を後ろにするんですが、ちょっと向かって左にずらして2番目のブルーよりも低めに入れます。はい、4番目のユーカリです。まずは表と裏を見分けます。まず入れる位置は向かって右側の方にアクセントで入れます。で、もし裏側に向いて分かりにくい場合には、このように葉っぱを表に向けるとデザインしやすくなります。で、このユーカリも少し遊びで出すぐらいはいいんですけれども、基本は同じぐらいの高さにします。はい、5番目のカスミソウですね。こちらは高い方を内側にしたいので、こんな風に向けて左側に入れていきます。こちらも高い方に合わせます。はい、6番目の黄色いアジサイです。こちら表裏を見て、ちょっと見にくいんですが、ユーカリよりちょっと中央寄りに入れていきます。7番目のこちらは組み合わせたまま使っていきます。前をこちらにして、黄色いアジサイよりも低くして中央に入れます。
で低い紫陽花をかぶってしまうので、このようにずらすと綺麗に組み合わせることができます。そして8番目のボールグラスは5番の霞草に重ねて少し下にずらして組みます。はい、9番目の紫陽花は最後で手元を隠すように入れていきます。はい、これで造花の組み合わせは全て終わったので、今度は飾る時のように、逆さまにしてデザインをチェックしていきます。はい、できました。綺麗に整えるコツは段差をつけるところと、先ほどまっすぐにするところとメリハリをつけて飾る視点で見ながら整えます。そしたら次はワイヤーでしっかりと固定していきます。はい、で最後はワイヤーを結ぶ前に一回しっかりと両方を引っ張って歪まないように巻いていきます。はい、あと枝の長さですね、今回はちょっと長めに残したいので、この辺ですね、一番短いものよりも長めにカットしていきます。はい、あとはちょっとバラバラになってますが、あまり短くカットしようとすると中のワイヤーが太くて危ないので、このぐらいでやめておきます。はい、で最後に麻布の代わりにこちらのペーパーマットで飾りをつけていきます。まずペーパーマットの縦ラインを3等分にします。でその上の3分の1のちょうど真ん中のところにさっきのワイヤーの結び目が当たるようにして両サイドを寄せて包み込みます。で1回外して、先ほど縦ラインの3分の1というふうに目印を作ったんですけれども、横のしわ寄せをするところも目安を作ります。で横ラインの方は真ん中を目印にして、この距離を3等分にします。でこちらは3等分したところを折り目にしてギザギザに折り曲げていきます。で反対側も同じように3等分したところを折り目にして曲げていきます。こうすると形も崩れずに綺麗にラッピングができます。はい、であとはワイヤーのここの部分を目安にペーパーマットにスワッグを乗せます。で最後にこちらのクリップで固定するんですが、こうしっかりとつけてもスワッグがずり落ちてしまうので、スワッグとペーパーマットをくっつけていきます。でもう一本のワイヤーを用意して、こちらをスワッグに巻きつけるのではなくて、ワイヤーとお花の間の枝の隙間ですね、こちらの方に刺します。でもう片側を反対側の枝の隙間に刺していきます。で後ろから引っ張って一度長さが均等になるようにします。でペーパーマットの折り曲げたところより少し上の部分にワイヤーをそれぞれ分けて入れます。でまたペーパーマットの寄せているところを元に戻して、後ろでワイヤーを強く巻きます。で 1-2cm 残してカットしたら、先っぽの方を先に中に入れて留めると安全です。あとはここにクリップを大きく開けて横向きにしてつけます。はい、出来上がりです。では飾ってみます。はい、完成しました。今回はダイソーのドライフーフラワーを使ったスワッグを作ってみました。また色のついた花は他の色合いもあるので、よかったらお好みの色で作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。